山陽ジャスコはかつて存在していた地域系小売店の山手屋を母体として設立された広島県を営業区域とするジャスコ系列の地域会社。山陽ジャスコは1960年9月に設立された広島県呉市に本拠地を置いていた中堅スーパーマーケット山手屋及び子会社の山手屋商事を母体としている。 元々、経営者同士は気心を知れた中であったが、アメリカの小売業の共同視察で危機感を持ち、1970年6月に同業3社とともに業務提携し、1971年7月に中国ジャスコを設立。その後、5年後、10年後の経営を考え、合併に合意。1972年8月のジャスコ第二次合併に、 京阪ジャスコと共に、ジャスコ本体に合併。合併比率は1対0.35になった。事業は同年5月に設立された、採用ジャスコに引き継がれた。ヤマテヤ最終期には5店舗運営していた。当時のヤマテヤ社長は、ジャスコ合併時に、ジャスコの取締役及び、受け皿会社として設立された、採用ジャスコの社長に就任した。サイジャスコは、 山手屋の事業を引き継ぐために、1972年5月20日に設立。同年8月20日に、山手屋及び山手屋、商事のジャスコ合併と同時に事業を引き継いだ。合併時点で、山陽ジャスコのキャッシュフローは潤沢で、本体の資金繰りに好影響を与えた。1976年の壁店出店で、広島市に進出。以降、 1980年までに5店舗出店した。その後、1981年に本社を広島市に移転した。1984年に中国ジャスコと合併した。1986年には山陽ジャスコが仲介する形で地元で業の緑が親会社のジャスコと提携。1987年12月に山陽ジャスコの社長が 緑の代表取締役社長にも就任した。その後、緑には1992年から1993年にかけて山陽ジャスコの大型店3店を営業場としている。1993年11月に本体のジャスコに営業場として、山陽ジャスコは1994年2月に生産された。ありがとうございます。